日本九州地方福岡県宮若市ぬなきぬなきは福岡県宮若市にある大技。郵便番号は822-0134。人口は2015年時点で0人である。交通は福岡県道21号線があり直方市から福岡市とへつながる。また JR 九州バス博多駅の大型駅線も運行されている。宮若市側へ進むと 福岡の奥座敷とも呼ばれる脇田温泉がある。平成以降はこの地域に居住者がいないものの、江戸時代中期以降は木炭と和紙の製造、朝鮮人参の栽培、銅鉱山の開発、半殺原子の製造、繁栄たたら製鉄事業など、産業に特化した地域として有名である。また、福岡城ので江城とされた犬鳴き御別館跡も残されており、江戸時代中期以降から、 数多くの歴史がある。かつては、犬鳴地区に、犬なる谷村という村があった。犬なる谷村は1691年から1889年4月1日まで、福岡県倉手郡に存在した村。現在の犬鳴きダムに位置する、犬鳴村と言われることが多いが、これは誤りであり正式には、犬なる谷村という、宮若市の犬泣山や西山には、 恩楽川,川水系の犬鳴き川が流れている。その源流の谷川に沿って、犬なる谷村が形成されていた。この谷を元やと言い,い、主に集落はここに形成された。ここから、譲りは谷、野玄国、人参国、穴倉谷など、多数の谷に枝分かれしている。現在は、犬鳴きダム建設によって、犬なる谷村のほとんどが、ダムの底に沈んでいる。 谷の一覧県なる谷村に面した谷の一覧。1691年、福岡藩長は、倉手郡吉川省県なる谷に存在していた、藩有林の維持管理のため、五普大組足軽数科篠崎、藤島、三浦、赤星、渡辺、水城、安永、北部などの各家に移住を命じ、この年に犬なる谷村が成立した。犬なき足軽各家は、 名字の交渉、両頭の縦脇、羽織と袴の公的着用を許されていた、私分扱いの上級足軽であったことが、福岡藩文書に記してある。ちなみに、犬鳴き足軽の宝級は、組頭を除いて、平均六国三人分地だったらしく、現米ではなく、支給分を現金に換算して支払われていた。犬鳴きダム奥には、世襲で、昭野剣や足軽組頭を務めてきた。 篠崎家代々の破壊主軍が残っている。犬鳴きの各家には福岡藩長から太陽を受けていたお菓子具足。1868年、篠崎、渡辺の両家は、氏族、他の格弧は、卒族に編入されたが、1872年卒、属性廃止と同時に、犬鳴き卒族は、福岡県庁から強制的に、平民席に編入された。犬泣き格好の母代書は、 清久寺と東禅寺に二分される。最近の研究によると、五普大組足軽の立場から、この二虹を母大書としたとの説があり、清久寺と東禅寺の過去帳に、犬鳴きの地名が見られるのは1693年から1694年からで、ある。福岡県か谷郡久山町にある、天寺公大寺イングルの拝殿脇には1692年に、 犬泣き足軽一致道から寄進された、見たら医師が苔虫で現存している。犬鳴谷村の年表かつては、加藤支所も犬鳴谷に訪れており、福岡城の有事に備えるための犬鳴き別館の建設が行われた。1889年の合併以降に発足した、吉川村時代の歴史も含む、江戸時代後期頃まで犬鳴きに居住していた、脇田の宝部家には、 西南戦争に出征した、北部乙吉が、熊本人代司令長官、谷田敵から与えられた感情が現存している。1873年に、福岡県下町方より勃発した、筑前竹あ一揆は、ほぼ旧筑前国一帯に波及した、第一騎で、犬垣周辺の村の農民は、一揆勢に助力したりする者が多く、また古町や富豪などは、一揆勢により襲撃されたが、 氏族及び旧卒族の村であった犬なきにおいては、一気による影響は皆無で、村民も一気には助力しなかったという。人口、編集犬なる谷村は、犬鳴き川源流の谷川に沿って形成されており、地理的に大きく3つに区分されている。谷川の上流には6世帯、日原神社の周辺に13世帯あり、その中心に犬鳴き文庫と犬鳴き店があったため、 学業や買い物など村の中心的役割を担っていた。下流域には旧世帯あり、この辺りには観音滝やお地蔵様が祀られている。1986年2月時点では、総世帯数28個あった。昭和時代以前の村組織に関する文献は残って、おらず不明である。倉手文史によると1868年は31個。 1877年は28個、昭和初期頃は45個、1953年は40個、その後は離村者が増えたため、ダム工事直前までには28個まで減少した。1872年明治政府の命令で、福岡県は編纂を開始した。福岡県地理善士犬鳴谷村のページには、個数31個のうち、士族3個、平民28個、 人口141人男80人女61人、職分男35人女28人男2人、女1人男12人女4人男1人、女1人と記してある。総数、個数、人口、教育、編集犬泣き文校の児童と教職員の記念写真1872年には、 犬なる谷村唯一の教育機関として民家を借りた寺子屋式の小さな学校が設立され、1885年11月に犬鳴小学校という名称が付けられた。しかし、初代の犬鳴小学校は老朽化が著しくボロボロであった。そのため1912年から1914年にかけて吉川村役場を解体した時に出てきた材木を利用して改築し、 立派な校舎に建て替えられた。校舎には玄関、教室一部屋、宿直室、便所があり、グラウンドには滑り台、鉄棒、ブランコが備え付けられた。1920年10月には、吉川神城高等小学校と合併し、犬な気分教場と解明された。しかし学生発布の影響もあり、1966年に吉川小学校に並行され、 90年余りの歴史を持った犬泣き小学校は1966年3月31日をもって並行となった。並行理由としては犬泣き小学校の児童数が減少したためである。またさらには犬鳴谷村に国鉄バス路線ができて交通の便が良くなったため児童を吉川小学校に収容して教育効果を向上させる自由もあるためである。 犬なき文庫の学校生活文庫経営の目標としては基礎学力の充実に向け特に国語と算数に力点を置いていた。また山の子は表現力に弱い傾向があるため、劇や朗読、作文などを多く取り上げていた。授業時間割は複式をとっており、基本的に1年生の授業は午前中、2.3年生は午後に分けていた。ただし体育や音楽、図工、 屋外観察などは、全学年合同学習としていた。また、犬泣き地区は、自然や史跡に恵まれ、学習材料は、至るところにあった。犬泣き御別館に行き、定石をしのぐ池や、石垣、加藤死者の記念碑に触れながら、当時の頃の話をしたり、人参国に行き犬泣き後来人参畑の跡を探したり、また数多い谷川に入って魚を取り、 時間を忘れて強度に親しむ学習に精を出していた。子供たちの家族は早朝山に炭焼きに行くので、学校に来るのを楽しみにして朝早く登校する子が多かった。運動場は犬なる谷で唯一の広場でもあり、皆のびのびと遊んでいた。子供たちの遊びで主なものは、かくれんぼ、鬼ごっこ、お手玉、魚釣り、魚すくい、小鳥は長け、いちご鳥、柳虫草、 木虫鳥、植えや明けび鳥など、山や川での遊びが主体であった。ホタルの時期になると、ヨズりの餌にホタルを針につけて、魚釣りを楽しんでいた。宗教、編集犬鳴谷村の孫者は、日原神社で、元禄十六年に、宮明大坂の日吉三郎宮より誕生された。五歳人は、大国種名、市木島姫の命、大山住命で奉仕は、 日吉三能宮大宮寺職の国池、犬鳴きや座間んの割屋に沿った高台に鎮座しており、その両側には巨大な杉やヒノキが連なっていた。境内にはもともと山中にあった山の神、天魔宮、福津様が合祀されている。山の神は皿山に祀られていたもので、大山積み命を祭神とされている。天魔宮は犬鳴き御別館の裏山に祀られ、祭神は、 菅原道真である。毎月25日の夕方には、こまめめしのおにぎりをお供えしてお参りしていた。福様は、福知神社に祀られていたもので、いつ犬泣きに勘定されたかは不明である。これは、毎年12月13日の夜にお参りして、こまめめしをお供えしていた。また犬泣きダム建設計画による水没を避けるため、 1987年10月より、宮赤市は北に移転された。本殿と鳥居は犬鳴谷村時代とほぼ同じ形で、しっかり復元されている。山の神、天馬宮、福津様の称子は新しく作り直されているものの、外見は継承されている。犬垣ダム建設に伴った天馬宮解体の時に、神殿内部から歴代福岡藩主名を記した。 胸札が何枚も発見された。産業、編集江戸時代、吉川、中、山口地区の年具米や、木炭などの林産物は、胸郡津艶崎の港に集積され、反御用船によって、福岡藩大阪倉屋敷に運ばれていたという。出展、胸型郡の歩み移行の場所については、本記事上部にある犬鳴谷村の地図を参照。犬鳴きに、福岡藩が、 江戸時代後期、天保線などの戦火密造のために開けこうしたと言われる銅山跡がある。現在も巨大な高校がそのまま残っている。村名の別の由来その昔、脇田の山中へ2匹の犬を連れ漁に来ていた漁師は、遭遇したオロチに襲われてしまう。主人を救おうと犬たちは、急いで村里に引き返し村民を連れてきたが、すでに漁師は飲まれていた。 二匹の犬は村民と共におろちを退治し村民は腹から漁師を救出した者の,の漁師はすでに生き、耐えていた。二匹の犬は嘆き悲しみ、可愛がってくれた漁師を思い、一声、天に向かって泣き叫び息を引き取った。脇田の村人が不憫に重い漁師ともども犬を埋葬。供養し、執水化を築いたことから、この山を犬泣きというのが地名の由来。 この石積水化と言い伝えられるものは、現在も犬鳴き山中にあるが、存在位置は非公開である。また犬鳴き村役場の存在も聞いてはいない。犬鳴きの格好には、お菓子具足と言われる、福岡班長から対与された足軽具足、藩行門入り神傘、鉄砲、刀などが残っていたという。犬鳴きの正字名で、勘定というところは、犬鳴き足軽の人事管理及び、 半栄林の運営事務を行うための環状状があったところと言い伝えられる。地名で炎症像と呼ばれていたところもあったが、この地は福岡班長が犬鳴屋シガル団に対応していた鉄砲に使用する炎症を格納、管理していた蔵の跡地だと思われる。都市伝説との関係その他の補足。ありがとうございます。